金年ガバナーは日本の競争馬。神戸新聞杯、東京杯ジャンプなど、平地、障害双方の重傷を制した。馬名の由来は冠名、金年に、英語で、理事、頭り、重役等を意味する、ガバナー。夏の上がり馬として1998年秋のクラシック戦線に参戦。前哨戦となる神戸新聞杯にてキングヘイローラ春の実績馬を、 抑え重症発生派、菊花症こそ距離に対応できず発着に終わるも、敵距離に戻った愛知杯を制止二度目の重症勝ちを収める。小馬となってからは相手なりに走る者の,の勝ち星からは、遠ざかり、オープン特別でわずか一度連帯したのみに止まる。2001年平地時代晩年には二桁着順も埋め、立ち染め、新境地となる、ダート戦でも結果を出せずそのまま障害転向となった。 その障害所戦で早々と勝ち名乗りを上げると、その勢いで東京ハイジャンプを制し平地、障害療法にて重症勝利を記録、その後も障害路線の一員として2003年まで出走を続けた。引退後は、日高スタリオンステーションにて種ボバとして共用されるが、特筆すべき3区はなく2008年をもって、種ボバ登録を抹消、ノブカスタリオンステーションにて刺駅場として、 つなぎをされている。同馬は、秋山新一郎、小坂忠史良騎手の重賞発生派並びに、初 GI 競争騎場場さらに三石川上牧場発の重賞獲得場でも、ある。ありがとうございます。